あ、死んでる。しまった。しまったー。ジャカル。あー、ひらがなになっとる。すげえ、ひらがなになっとる。すごい、バージョン変えたんやけど。ひらがなになっとる。すげえ。パンくん。ナイスボタン。おー、ナイボー。あざっす。お前。やるじゃねえかよ。おい、やるじゃねえかよ。さあ、おいおいおい、よいしょ。青川青むがおる。青川青む。青川青のボタンを押しに行ったか？翔助さんか。まあまあまあ。ナイスでーす。ありがとうございます。キッチン。あ、ネロちゃん死んでる。あ、ネロちゃんが。あ、え、そう。フリーナされたってこと？クリーナーされた。みんなあ、そうなるんや。まあ、そうなるんや。クリーナーなんだ。シャワーで3人いた人、僕アドミン情報あるんですけど、はいはい。シャワーの3って言いますかね。夏目内子、誰？ヨハヤさんですかね。多分ネロちゃんかな。その周辺あ、最後ですか、うん、最後はヨハヤさん行く時は。最後は違う。ヤーマン最後も診察かなって感じです。エレクト診察の扉前ですね。エンジンとキッチンカーの弁当の移動があったんですけど、おお、多分エンジンの位置がネロちゃんかなと思ってます。あ、いやいやいや、でもクリーナーはね、多分ね、アドミンに移んないはず。いや、でも消えた確証は別にないので。あ、とりあえずエンジンからキッチンの弁当洗いますか。うん。あ、待って。え、それ何秒前くらい？え、もう今。今だし、今の前もあと5秒前ぐらいもう何回も飛んで。あ、じゃあそれクロムじゃない。違います。僕今はしご登ってるんで。ああ、そうなんや。はい。え、最後はそれ見てる。いや、最後上に上がってった人は金庫室に行った一人しかいないです。お、そうだよ。僕金庫室の中に誰かいるか確認するために入ってます。その前に柿さんとすれ違ってます。僕エンジンから柿さんが僕エンジンの左側行って、その後エンジン側からボタン押しに行きましたよ。え、なんかその動きがなさすぎない？だってさ、武器しまって、そのままボタン押しに行こうと思いましたよ。動けは変じゃなくないですか？え、武器庫に今回一もついてないです。僕以外武器庫行ってないと思います。あ、だから最後、だから最後っすよ、最後。最後はもうはしご登ってますよ、僕。いや、でも、宿舎前でダウンロードしとったんやで、それやったらダウンロード終わってからボタン押していきますね。ダウンロード終わった後に色から消しますか？白から、ナイコ夏目、ヤーマン、ゴベヤマイもあったんですね。はい。ナイコ夏目、ヤーマン、あと、チアヤさんもシャワーにいたんですよね。チアヤさん、僕見てるんで、白で出します。あ、うん、じゃあ、はい、センターはどこ？あと、配線してた人がいた、結構、長い時間。何色だったっけ？明るめの色だった気がする。どこでですか？チアヤさんだっけ？配線した人います、シャワーで。配線はしてない。自分一回やったけど、配線は。いや、違う、白ではなかったな。黒川クロムなんじゃないの？インポスターは。黒川クロムくん、ちょっと、白状した方がいいんじゃないか？白状した方がいいと思うけどな。
ナイスです。いや俺やっオッケー、じゃあ弾いていってほしくて、うん、ヤーマン夏目内子先端、あ、いや僕はまあ、あの先端わかんない、エンジン左いるんでどっちみち、うん、どっちみち、うん、あ、エンジン左じゃメイン左ですね、はい、はっちゃんカメラ見ててしょぼすけさん、うん、視認してます金庫室、うん、金庫、あ、だからカメラついてるのは証明できるから、俺もはっちゃんが、うん、カメラ見てるのは証明できます。はいはいはい。でこれ単純にネロちゃん切ってそれをさらに掃除した人もいるから、うん、浮いてる人はなんか、いや確定なんですか、掃除の、あのねあのごめんなさい、あのクリーナーの使用だけ言うんですけど、うん、クリーナーはなかった時に最初に死体が発見されてなかったって出てた状態で死んでたクリーナーです。あ、うん、え、じゃあもう、あ、じゃ あ, あのクロムと先端にローしかなくない、うん、いや、うん、俺もあの少なくとも青川オムは人外だと思います、ね、僕でも絶対やってないんで、やってない、まあキルはしないキルもしてないしイベントも入ってないんで、うん、なら僕シェリフいますよね、シェリフで切ってもらって僕じゃないってことを証明した方がいいかなって思うんですけど、うん、いや別に投票でもいい、うん、投票でいいと思う、投票でいいと思う、でも僕クルーメイトなんですよ、僕クルーメイトなんですよ、クルーメイトだったらなおさら別に死んでいいじゃん、よろしい、あ、はい、黒川、黒青川、青川青も視点でさ、うん、人外って先端、先端さんがどこにいるんだっけ、結局メイン左、メイン左、うん、だからまあそうだね、ネロちゃんいなかったっけメインとかシャワーとかに、ね、シャワーで見たんだって直近、そうネロちゃんを、あ、でですよね、うん、見てる見てる、よかったよかった、そうなのよ、だからさ左じゃないんじゃないの、いやだからなんか俺もそう思う、キルはしてないけど弁当入ってるでしょ、そうだから僕なんで消してないって思ったかっていうと、ネロちゃんを見た記憶があったのと弁当のあの、うんうんうん、その位置が結構離れてるから、ネロちゃん弁当置いてネロちゃんキルを、ミーポスターいないといけないでしょ、ネロちゃん近くに、そう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 、うん、だから消したんじゃないんじゃないかなってずっと何回も言ってたと思うんだけど、ネロちゃん序盤にシャワーにいたけどシャワー内では見ました、ナイコさん、ネロちゃんさん一緒に見たかな、あんまりも後半の見ましたよ、なんか見たよね、あ、え、今回序盤じゃなく終盤で見たよ、俺ほぼ最後見た、うん、ちょっとちゃんと議論した方がいいと思いますよ、うん、危ない、マジで映らないかごめんなさい、スキップ入れてます、同じ場所にないといけないでしょ、クリーナーと、そう、そうっすよ、そうだね、そうだね、なんかそうなのか、クロムじゃないのか、クロムとしか思えんねやけど、クロムじゃないの、違うの、絶対クロムでしょ、絶対クロムです、あの感じは、あのとぼけ方がね、黒いんだよな、はっちゃん、ええ、あれ、あー、はっちゃんか、ないこさん、メス、はい、え、ちなみにネロちゃんを見たっていう人どのぐらいいます？僕なんかちょっと自信ないんですけど、あ、いいですか、うん、脇はアーカイブで夏目と千早さんとヤーマンさんとネロちゃん4人でした、うん、あ、ネロちゃんいました、うんうんうん、はい、いました、で、ネロちゃんと、あ、じゃあヤーマンさん、え、じゃあ千早さんと夏目が最初にシャワーに入りました、うん、で、うん、千早さんが扉開けてくれました、で、自分ベントタスク、シャワーのゴロゴロやってる時にゴロゴロ集めて上に上がっていく時にネロちゃんが下に下っていくとこを見ました、うん、で、ナイコさんがアーカイブ側から来たって感じなので、うん、うん、多分すれ違ってたんですけど僕もタスクしてたんでちょっと表示があやふやっちゃあやふやでしたね、オッケー、じゃあ千早さんが見たネロちゃん情報ってどんな感じですか、はい、今の夏目先生ので多分合ってます、それが結構なんか序盤ではなかったってイメージって感じですか、そうですね、中盤ですね、うん、中盤だと思います、序盤はアーカイブだった、そうだ、僕もなんか配線見てたのネロちゃんだった気もしてきたな、アドミン情報なんですけど、まあ、エンジンが2になったタイミングが1回もないんですよね、はいはいはい、だからそのエンジンが1でキッチンに飛んだ後もエンジンが1ついてたんで、そのエンジンに最終でいる人はエンジンとキッチンの弁当の人を見てるんじゃないかなと思ってて、いや、そうそう、だから弁当で詰めるとクロムが人外なんだよ、うん、でそのメインホール左なんだったら、うん、多分先端さんって多分弁当に入った人が見えてる気がするんですよね、
ああ、じゃあ、直さればそこの二郎になったらシェリフに出てほしいですね。で、カメラで見て、で、やるのがいいんじゃないですか。でも10人だったら全然釣ってっても。いや、2人、2人白になれるから。あのね、クルーメイトだから、僕、どっちを切ろうとします?青川とセンターさん。え、1人釣って、1人釣って、クルーメイトだから。いや、違くて、僕、クルーメイトだから、僕を切ってもらって、シェリフさんに死んでもらうと、僕じゃないってことが分かるんで、ベントの犯人が違う人っていうのが分かるんですよ。そう。で、かつ、僕も白になって、かつ、犯人も、見つけられるから。え、そうそう。センターも白になるの?それって。あの先端青川二郎の否定ができる。二郎ではなくな二郎の否定はできないけど、メインにいるから。いいと思う。シェリフ、貨物やな。よし、来た来た来た。オッケー。停電直そう。いやー、なんか美味しいもん食いたいな。腹減った。ダウンロードやったっけ俺。あれダウンロードやったんや。あれダウンロードやったっけ俺。全然記憶いないんやけど。夏目はっちゃん。あら、うわ、センターの死んでるのが。アーカイブで見ました。センターのアーカイブで見た。誰もエンジン来てなかったですよ。いや、シェリフがいないから。ああクロムは最後キッチンにいる、うん、そういるだから絶対違うアーカイブで見たいや僕は逆に、カメラに行ってたんですけどクロムさんがずっとカメラにおられて、うん、あれエンジンいかんのやと思って、うん、電気に逃げましたあそれはヤーマンさんと僕はすれ違ってるはいあいいかんのやと思ってあれを監視してた最後貨物で僕と見合ってたのって誰でしたっけ夏目え貨物じゃなくねラウンジじゃない俺は貨物まで入ったような気がするけどラウンジかはっちゃんってさラウンジの一番左のトイレ開けたじゃないですか、ね、うん開けたかもであキュボキュボやったでしょうんうんで夏目もラウンジの右側の方の扉開けてキュボキュボやって最後出るときにはっちゃんがラウンジ側のラウンジの左側から来たんでうーんてか僕がアドミン停止したときにキッチンにいた人っていないんですかいない僕はセキュリティでカメラ見てたずっとセキュリティはついてました、はい、僕は金庫にそのハッチャンで監視されてるはい見てます、うん、いやまあ電気診察って考えたらクロムさん以外いないのかなって僕目線僕とクロムさんのどっちかぐらいの感じだと思ってて、うん、そのジャッカルってことですよねそのセンタンさんを夏目先生が赤い目で見たのっていつ自分がアーカイブからラウンジに入って、うんアーカイブでセンターとすれ違って左側に来ました。左側あ左行ったんや。俺最後アーカイブに行ったんやけど、アーカイブは誰もいなかった最終的には。うん。リュウとかシャワー側に行きました。うん、でメインの位置が入メインの位置がなかったですか。時系列の説明させてほしい。はい、で夏目が配線タスクしてキュボキュボするぐらいの時間はあります。うん。うん、あ千葉さんでもこれ。クロム君以外ないよね、センターさん死んじゃったら、うんうんうん、僕アドミンですアドミン大好きやんもっとね、今俺パン君の情報がね、人外の出し方だと思ってないから誰かが一偽装してるとしか思えてないんでパン君ってそれ以外の情報覚えてたりしないの覚えてないですね、メイン、うん、覚えてないから、俺が、うん、この上に行ったっていうの証明もできるジャッカルでーすほらジャッカルでーすほらジャッカルでーすジャッカルでーすジャッカルでーすおせつみーロラロラみたいな言い方するそうだよ絶対ジャッカルだと思ったわー停電怖いよーよいしょーああベント開かんかなはっちゃんパンくんパンくんタスクやってなくねThank you.
目か。夏目ファンク、内子処方。あ、死んでる。しまった。しまったー。はっちゃん、処方。OK。あ、これだいぶ絞れるわ。だいぶ絞れる。めちゃくちゃ絞れる。ただ、殺人鬼が待ってる可能性あるんだよなー。ミーティングで。ミーティングで待ってそう。あれ？さあ、消されてなければ。どう？消されてるわ。あ、消されてる。これは、俺わかるわかる。千早さんがミーティングで死んでてカメラで見てます。で、パン君、夏目、はっちゃん、内子さんが下の方にいたんで、これヤーマンさんしかいないですね。ナイス。ちなみに死体は、死んだの30秒前ぐらいですね。あ、はっちゃんの死体、はっちゃんの死体報告。セキュリティとキッチンの間の通路で、20秒前ぐらいにしょぼっけさんエレクトリカルで見てるんで、はい、で千早さんは消されてるじゃないですか、うん、はい、ミーティング にいたってことですよね。必ず消されてて2キルだった場合ってこの盤面って90秒ありました？いやこれね、結構前から思うよ。いや60秒だったらクリーナーで切る、うん、1キルと消すクールダウンもキルクール下がっちゃうんで、2キルプラス死体消しだったら、うん、あ、多分ギリギリだって2人死んでますよね。しょぼすけさんと千早さんが死んでる時点で60秒必要なわけで、うん、あ、ごめん、パン君目線だったらもう黒川クロムで落ちてると思ってる。1は落ちてるんじゃないですか、うん、ジャッカルですよ。でもジャッカルで落ちてるけどインポスターが2人いる状況だよ。2いますよね。だから、うん、時間的にも考えられるんですよね。あ、そうか、60秒だよ。そうだよ、60秒だよ。と自分目線だと、うん、ネロちゃんがシャワー室あたりで死んでるっていう仮定したら、内子さん、夏目さん、ヤーマンさん、ロラでもう全部終わるから、あとは柿さんの証言通りヤーマンさんから釣って、うん、そう、ヤーマンさん釣ってちょっとボタン押してもうちょっと詰めていこう、うん、多分これ詰めれると思う。いや、ヤーマンはですね、ごめんなさい、金庫の、貨物の金庫タスクをしててちょっと時間かかっちゃったんですけど、確かにカメラ映る場所にはいなかったんです。逆にそこで誰もすれ違わなかったんですけど、うんうんうん、だから千早さんは全く見てなくて、ね、夏目視点で、ミーティングにたどり着けない人物がかなりいて、てかそこら辺のキルができない人物か、絶対、柿さんは無理で内子さんも無理の、はっちゃんが、いや僕釣っちゃうと負けるんです、まあ、自分は所定無理なんでですよね。山さん、山さん釣ればいいと思う、うんうん、そうですね。あと位置がどこかか、内子さんとしょぼすけさんって多分診察エレキ館で2人いたと思う。ボタンある人、ボタンない、パン君あるな、パン君押してあります。おお、よしよしよし、おお、素晴らしい、はい、ありがとうございます。お願いします。あと自分めちゃくちゃ怪しい位置にいてですね、めちゃくちゃ怪しい、はっちゃんの方の、はっちゃんの方のキルで、はい、夏目最後セキュリティに入ったばっかなんで、ああなるほど、はい、夏目が一番近いです。そのエレキからセキュキッチンの間ですね。そうですね、キッチンに入る扉のところにですよね。でキッチンの扉は閉まってたっていう感じでしたね。うん、だから多分夏目がめちゃくちゃ怪しい位置なんで、エレクトリカルで僕直線に見てるんで、うん、確かに、はい、パン君ってさ、はい、タスクあと何個終わった？いや、パン君はアドミン見てるしカメラ見てるのには終わってるのは早すぎると思う、うん、いや早すぎだ、いや早すぎるんよ、うん、俺優秀になっちゃったね。さすがに一旦見て終わるのはありえないです。ちょっと早くないですか？いや申し訳ない。いやでも、ね、これはもうパン君弾いかないと。やっぱこれ内子さんと夏目先生の、はい、あ、そうなんだけど、初手キルに関しては、
内子さんと夏目最後までずっとシャワーで見合ってるんで、そうですね、初手は見合ってるんで白出し合えると思います。マジ、今の回はちょっとここに色だったら山さんが誰になる、うん、何白になります。それでは山さん白はないと思うけどな。俺もどっちか釣るしかないと思ってるんですけど、え、誰と誰ですか？夏目先生と内子さん。内子さんのどっちかは、うん、え、でも、クロムが人外で、ヤーマさんが人外だとしたら、タスク勝利目指してもいいんじゃないですかね。いや、確かな気がするんですよ。いや、二郎だった場合終わりだから、もう使った方がいいでしょ。夏目、ないこの二郎を、パン君は押してるけど、だったらヤーマさんは、うん、白ってことになります。パン君終わってるの信じて、タスク進行にします、うん、いや、俺もタスク進行がいい。もう終わるんじゃないですか。いや、絶対タスク進行がいい。ちなみに他の方ってあとどんぐらいですか、残ってんの。僕あと2個ですけど。僕あと2個。終わってます。あと1です。あと2。え、ボタン誰が残ってるんですか？ナイコさん釣って夏目先生釣るまでの時間ないんですか、ね、なんでそれは釣りたいの？めちゃくちゃ釣りたい。いや、夏目パン君に入れてるんじゃないかな。うん。パン君さんでも別に。まあ、タスクで終わりますね。はい。はい、頑張ります。はい、頑張ろう。パン君終わってるっぽいしな。うん、そうだそうだ。一応直した方がいいんかな。ああ死んでる。嘘、パン君。え、マジ、え、パン君死んでる。マジですか。パン君死ぬ。なんで、じゃあ本当にタスク終わったってことですか。あ、そうなんだ。すごいガチ天才なんだ。早いな。今で僕タスク終わりました。いや、正直夏目先生やと思う、これ。夏目先生かもな、これは。え、夏目先生やと思う。夏目内子さんかもしれん。え、内子さんどこにいましたっけ。いつですか。今です。今夏目と内子さんでメイン左です。ああっ、メイン、はい、どこ行ったっけな。金庫どこやったか。どっかやってメインらへんに行って終わりですね。そう、2人でメイン左の扉に張り付いてます。うん、はぁ、だからわけわかんない。いや、はっちゃんではないんやって。絶対絶対はっちゃんではないから。じゃあ内子さんと夏目でいいや。初手で、なんか初手どうやったんだろう。初手、そうか、初手のこと考えた。あ、そうかそうか、そうだよね。俺、カキさんとかあんの。いや、ないないない、俺停電直してるから絶対ないって。はっちゃんはちょっと落ち着いてほしいんだけど、カキさんだった場合もっと盤面が破綻する。初手でヤーマンさん黒軸で、インポスタークリーナーどっちでもいいんだけど、そうした場合カキさんとヤーマンさんが一緒にいないといけない時間があるんですよ。まあ、そうですね。いや、分かってんすけど、はい、なんか遠いから絶対に。初手切りで2人が見合ってて白出し現れてたら、もう分かんないからな。まあ、上手い消し方したんだろうな。え、ワンチャン黒川クロムがインポスターでって可能性は、ああ、まあなくはない。いや、俺ね、正直夏目がインポスターと思う。え、これだけ柿さんないって言ってて夏目って言われる。いや、理由はボタンを押してないから、村に貢献してないから。え、押してます。え、押したっけ。押してます。はい、押したっけ。3回目で押してる。いやー、これどうする。マジで分からんならタスクで。いや、もうタスクでいい。タスクでいい。タスクでいい。終わってるんで。でもね、これね、釣りたいんだよね。終わってるんで。どうしよう。よね、カメラガン見しますか、じゃあ。いや、釣ろう。夏目先生釣ろう。釣ります、うん、え、夏目？釣りませんか？え、内子さん釣ってくんないんですか？でも、あれじゃないですか。タスクだったらもうちょい時間猶予できるんで。まあまあまあ、そうなんだけどね。こっちが安全っちゃ安全な気はしますけど。釣るか？釣るか、よっしゃ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。おかしいやろ。やれ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 。我々先生に恩があるんで。我々、え、なんでこっちに入れるんですか。おかしい、パスじゃないんすか。なんで。いや、これは終わる。これは終わる。入れないからだよ。入れないと立てないからだよ。終わった。よーし、オッケーオッケーオッケー。ごめんなさい。よし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 。ここで釣るなら昨日釣れよ。そうだよ。あれだけパン君めちゃくちゃ言っといて。いや、え、パン君マジでタスク早いね。マジすごいっすね。本当に終わってた。え、なんでそんな早いんですか、うん、すごい。もちろん。天才なだけだし、早い。天才なだけです。タスクの天才だな。これはすごい分かりやすいな。すいませんでした。え、セリフ誰？そういえば。俺。
ネロちゃんなんだ。ネロちゃん。ホテル死んでたんだ。いや、語っとけよかった。語っとけよかった。いや、ダメだな。語れねえや。わかんねえ。いやでもでクリーナー面白かったです。あ、シャワー、シャワー、メインのシャワーで、メインのシャワールームで。女性のとこですね。あ、だから夏目が一瞬、メインに入ってキルして、ナイコさんに合流して、うんうんうん、ずっと一緒って感じで、ヤーマンさんは、診察まで。そうですね。だって感じです。はい、最初に見えました、夏目先生。本当に。ね。すごい白く見えてました。死体の表記はどんな感じですか、その。クリーナーされてた場合は、死体が発見されませんでしたってなるんですかね。なりました。うん。うんうん。